い、どうもピョキンです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、トロールチルアイキャントノーボールということで、モグラを騙すことはできないということでしょう。上等じゃねえか。これまでたくさんチョロプーに騙されやられ続けてきました。だが今日の僕は一味違う。逆にこちらが騙しまくってモグラのてっぺんとなる男、モグキングへとなってやろうじゃありませんか。でね、これ白旗立ってるんだけど、どっかでやったことがあるっぽいんだよね。もし記憶に残ってたらこのコースはやめたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.58%。 でこの動画を出すとき、今福岡で北条屋っていうお祭りがあって、多分今僕そこにいるんだけど、約500店舗の屋台が集結しててさ、マジで楽しみなんだよね、いちご飴を食べるのが。さあここは、あっ、全然避けれてないね。開幕ガリガリくん、僕の動画ってさ、結構福岡の方も見てくれてる方多いからさ、もしかしたらワンちゃん一緒の場所いるかもしんないね。そしたらちゃんと声かけてね、お、ピョキングいるじゃんみたいな。そしたらさ、あ、上入れんよ。そしたら僕ちゃんと言うから、今日暑って。いやでもね、実際話しかけられたら僕恥ずかしくて死んじゃうかもしんない。 いつも花とか魚とか叫んでる人だみたいなさ。あ、魚。よし、そろそろ雑談は終わりにしたいと思います。まだまだ続けようじゃないか。いやそれも最近さ、ツイッターでフォロワーさんが USJ に行ってきて、その USJ のマリオランドでさ、クイ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 ってしたらしいんですよね。そしたらさ、ピオキングさんのこと好きなんですかって知らない人から声かけられたみたいな。いやそんな偶然ある。いや近いうち僕も USJ 行くからさ、クイクイやってみようかなみたいな。クイ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 すげえいいタイミングでコインコインがあったね。じゃあここはボムヘイを爆発してどうすればいいんだろう。バネの存在忘れてたね。じゃあここはボムヘイを着火させた後どうすればいいかなんだけど、左に行くんかな、すぐに。これで合ってる？これなんもないね。さっきツタ出てこなかった、左に。もうちょっと右ですぐ左。いやー、ここちょっと難しくないですか。どのタイミングで砲台が出てくるんでしょうか。下からこの2個目の床に行った瞬間すぐ左。あ、ここでいいのか。そしてこのツタに登っていけばいけないね。何これ右に行けってこと。あのチョロプを踏んで、そんな難しいことさせるかな。いやでも僕ならいけるはず。見ててください、このタイミング。絶対行き方違うと思う。ここ右に行ったらさ、オンオフが変わったよね。なんで何もしないでこのガリガリに登ればツタが出てきてくれると、そういうわけですね。今日はなかなか冴えてるんじゃないんですか。右は砲台、左はオンオフ。右に行っても何も変わらないということは、オンオフした瞬間すぐ左行って右。どこをどけ。失礼、取り乱してしまいました。じゃあここは右から行ってオンオフをして、このガリガリを抜けてこのキノコを取っていけと、そういうことですね。今笑われたけど、キノコ取らなきゃこの先進めないもんね。中間ポイントが見えるよ。今日は早くない。何か起きるんじゃないのか。ゆっくり行こうか。何が来てもいいように。飛ばしてくれんのか。まだ待ってたよ。今僕心の準備してたよ。わーとかギャーとか言うさ。中間ポイントはどれです、この先。また中間、あ、ここピンクインコースか。あ、なるほどね。じゃあ一番右から行こうか。なんか一番左鍵のマークがあって、あそこが最後に行かなきゃいけないところなんじゃないですかね。ここは僕何もしない。ナイス、バネ、で、バネ助けて、頼む。モグラ、もうバネは信用しないと決めました。絶好や。じゃあここは、うわ、なんか今左下開かなかった。あっちに行けっていうことかな。いやそれか、土管が正解じゃないで、ありません。でも僕が戻れないと思っているのか、制作者よ。この2マス飛びぐらい簡単に抜けてみせましょう。ヘイジ、ウルトラスーパーローリングサンダーだ。じゃあここ一番左に追っておいて、何もしなかったら進めるんかな。あー、なるほどね。さっきも一番左の方に追っておけばよかったんだね。ここは右にダッシュしていこう。なんか止まってたら危ない気がする。通年でかだだんだ。右にダッシュし続けることは悪くない考えだと思う。過去にいくつもそれで罠を回避し続けてきた。なんで今日もそれで全ての罠を回避。落ち着こう。ここは落ち着いていいところだということが分かりました。はい。悔しい今の。いや、あの四角の枠がすごい気になるんだよね。ここなんか入ってんじゃない。あ、なんもないんだね。じゃああのドッスンどうやって抜けるんだろう。頭ぶっかん。もうこのコースの前方のここだけ理解しました。他は全部わからないね。じゃあここでキノコを取ってドッスンを抜けていく。さあ左か右か。左に乗ってすぐジャンプ。あら、
そういや最近コメントでさ、ヨキングさんが下ネタが出さないのがたまにもどかしいって言ってコメントがあったんだけど、下ネタ出すのって結構ね、家族で見てくれてる方もいるから、そういう時にそんな話題になってしまったら気まずくなんない？テレビとかであるじゃん、海外の映画でさ、キスシーンになったらすごい気まずいみたいな。僕小さい頃そんなあってさ、そんなシーンになったらめっちゃさ、親のチラチラみたいなどんな顔してんだろうみたいなさ。男性はね、そんなこと結構多いって聞くんだけど、女性もやっぱ同じ気持ちなんかな、どうなんだろうね。じゃあここはまだピンクコイン、もうそろそろあってもいい頃だと思うんだけど、ここら辺勝ちブロックなんだ。危ないね、引っかからいませんでしたよ。ここは踏まない方がいい、絶対に踏まない方がいい。このまま左に抜けていきたいと思いません。ここ踏んでみる。そしたら合ってる、じゃないの。今日四角の枠信用していい日だ。じゃあここは来いよ、信用してみる。変じゃねえんだよ。さあ未来の僕はイチゴ飴を食べて幸せな気持ちになっているんでしょうか。ツイッターにその画像を貼り付けときます。ここは四角の枠は信用していい。さっきは信用してよかったよね。いやまだワンチャンある。はいはい、ペペペペ。ここは右と左どっちの派手なブロックを叩けばよかったんだろう。ああ左、どっちでもいいのかな。多分どっちもボブヘイみたいな感じだよね、さっきの雰囲気からすると。ここは何もしないで、ここはあー危ねえ。衣装そこで閉じこもってる。衣装衣装、あ入れんよ。閉じ込められちゃった。このボブヘイで左のブロックを壊せばいいんじゃないかなと、そういうことだと思います。きっちりピンコインだけは回収しておこう。そしたらやっぱりね、そんでこのブロックに入れば、ブロックじゃない土管ね、この土管に入れば中間ポイントゲットっていう感じだね。さあ2つ目の土管に進んでいきましょう。これさ、左の土管って罠ゾーンがあるんかな。ただ終わりの部屋だったら楽なのにね。いやこういうのは引っかかる予感しかしない。もうなんか引っかかるでしょ。まあそんなことだと思ったらやって覚えるしかないんだよこんなの。でももう分かったね、2個目の砲台に乗る。そしてちょっと右に行けば渡れると、そういうことだと思います。しゃがむ、アンジェル肌。ここは早く抜けろと。そう、私は全てを早抜けるかけるさ。今日本語おかしくなかった。まあムーブはいいけど、あここ下に降りれっていう感じ、うん、ちょうどいいねその熱いの。でもかけぶさんに全部持ってかれた。さっきこの四角の枠叩いたっけ。うわ全然覚えてない。え何が出るの。豚か。豚は用なしなんだよ、焼き豚にでもなんだろう。決めた、今日の晩御飯シャムギョプサルにします。マリギョプサムになったね。ここねバブル避けるのがちょっと難しくって、上にブラパがいて爆発したら塞いでくれるのか。じゃあここはハテナを叩いてすぐ右下に降りるね。そしたらキノコが落ちては来ないな、やっぱり。じゃあドクロレートの上に行ってすぐジャンプする。そしたらどうなるの。天国行きの特急列車。ここはリフトに乗る。そして何もしない。そしたらキノコが取れて上に行けると、そういうことですね。でパンを叩いた瞬間左でいいの。本当に左にダッシュしてみるよ、頼む。よしこれ来たんじゃない。キノコをなくしてこいと。でもこれパン叩いて、あーなるほど、これでやられないのか。ここでチビになってこの場所でパンを叩いて土管に入れば何か変わるっていうことなんじゃないかな。え何も変わってなくない。えパン叩いたら意味がわかんないよ。ここでパンを発動さ、えパン混ぜたんだけど。えでも投げないと先に進めないよね。もしかしてこの状態でも持てるみたいな。いやーなるほど、これでいけるのか。いやわかんない、これは左か右だね。足場が見えるよ。右を信用したいと思います。頼む、合ってて3分の1。いや合ってるね。よしよしよし、入れませんよ。ねえ喜びさせんだって。ここからえ一体左乗ってみる。じゃあ左の足場に乗ってみようか。いや何も変わんないね。ということはチョロップを真ん中に来させろみたいな。そしたらさツタが出てくるとかないかな。あやっぱりね、そういうことだと思いました。さあそろそろ終わりも近いと思ったけど、右ピンコインあるね。あのピンコイン罠、多分こっちが正解だよ。ほらね、やっぱりそういうことだと思いました。期待させんか。やばいね、あと30分で歯医者の時間だよ。えここどうすればいいんだろうね。これはいやこんな
の無理じゃん。どうやって行くのよ。一旦左行って右に行けばなんか変わるみたいな。あ、これでファイヤーが出てくるのか。そしてこっからピンコインを回収すれば先に進めるとそういうことだと思います。さあこれで最後だね。ラストの土管まで行きましょう。会社も近いしこのコースで終わりでいいよ。この土管が最後なんじゃないんでしょうか。来た、やっとピンコインすぐくれるじゃねえか。一旦何もしないでおこうか。ボム兵なんか怪しいよ。何もないみたいだね。いや、チリになっていけばよかったかな。右上にさ、針があるのがめっちゃ怪しい。ここは？いや、この音楽はいい。全然いいよ。チリで合ってる合ってる。そして何もし、失敗したと見せかけてこれは成功なんじゃないんですかね。さあ、どうなる？歯医者には無事間に合いそうです。ここは何もしない。きっとこの扉で最後でしょう。このスネ夫は信用していい。お願いしようね。今日は無事僕をゴールまでたどり着かせて。任せて、キョイモン。天国というゴールへね。ここはモグラだけに気をつけよう。このスネークブロック一番左の方におったら多分安全圏だよ。あ、ちょっと待って、止まった。ここで、うわ、どっちだろうね。あ、上はなっぽいね。なんでこの土管に入っていきます。ここはすぐ右おしっぱでこのモグラを回避できるっていう感じか。うわー、急すぎて反応できなかったじゃねえか。じゃあここは一旦ツタから逃げて一旦ブロックを落としておいて先に進めと。ここは上行きたいな。これなんだろうね。あ、ボムヘ、え、何も行かないでよかったんじゃない？あ、多分そうだよね。うわ、上行きてーけど歯医者があるんで僕はこの、ここ早く行けばいいのかな。頼むよ、間に合って、はい、右にダッシュしていけないってことはさ、あのチョロップを出しておく必要があるんじゃない。でも出してどうなるかだよね。あのテレサが、あ、こっち持ってくるのか。で、これを避けて右にすれば多分あのドアに入れるっていうこと。なんでよ、危ねえ。何個出てくんの。今もちょっと危なかったね。さあ、あ、ゴール見えたね。ここは一旦 P スイッチを踏まないで進んでみてもダメか。じゃあ P スイッチ踏んだらどうなるか。右、え、これゴールできるんじゃない。いや、どっち行く。いや、一旦上行ってみる。こっちの P ドア信用したいと思います。どうなる。え、どっち、頼むって。もう一回ビッグイン集め直しはもう歯医者間に合わないよ。はっ、やっは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 。はい、じゃあ行ってきます。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ10秒チャレンジ、バネお手玉ということで、説明文にですね、バネを交互に投げてゴール前まで運んでください。これであなたも出前名人って書いてるんですよね。この説明文に書いてある通りですね、サムネに見える2つのバネを運んでったらゴールできるっていう感じだと思います。それでは僕、このコースをクリアしたら出前名人になったということで、出前の会社を立ち上げたいと思います。その名もウーバーイーツ。いつも悩んでるんだよ僕、ここをカットするか。しょうもねえなと思って、でも僕は絶対にカットしない。しょうもないところも含めて、それが僕だから。みんなに僕の全てを知ってほしい。てか、何やってんの。まず1個しか運べてないよ。お届け元に参りました。これまずバネを投げる位置を探さなくちゃいけないね。うわ、今のところだったら重なってしまうし、もうちょっと遅めに投げてみようか。じゃあマリオがバネを持った少し後に投げてみる。あ、このタイミングでいけるんじゃない。なんかさ、マリオがはって言ってるじゃん。それよりリズムよくやれば最後まで運べるっぽいね。でもさ、最後崖があったじゃん、ゴールポール前にさ。その崖より結構手前にバネを置いて、この走ってる勢いを殺さずジャンプして登る必要があると思うんですよね。なんだここ。残り時間を見て決めようか。残り時間1秒になったらバネを踏んで崖に登りたいと思います。それでいけるんじゃないでしょうか。多分ここで合ってる。え、全然間に合わんね。え、待って、全然いける気がしないね。なんか早っ。ちょっと待ってね、最初このバネ当たったっけ。多分当たってないかもしんないね。もう一回右を進化してみる。なるほどね、右押しっぱだったら当たらないのか。なんで最初ジャンプする必要があるっぽいよ。なんで最初ジャンプしてバネで勢いをつけて進んでいく。多分これが正解だね。さあ、本当にこれでゴールができるんでしょうか。さっきと同じ方法でやってみます。ゴールマル様、バネのお届け物です。お留守中でした。
くっそ、あのゴールボール再配達してきやがって。こっちはピーチ姫を助け出すのに忙しいのに再配達なんて、しかもこんな真っ昼からによ。さあ今度は受け取ってくれるんだろうな、ゴールボールよ。いい加減してか。兄さん僕に任せな。最近城の貝元に入ったんだよ。今日もそのセックさ、僕に任せてくれればバネの1個や2個簡単に運んでみせようじゃないか。さあゴールボール様、受け取れよな。ふざけるな。世界中のバネよりきっとバネの夢見てたから、目覚めて初めて気づく、スノイル思いにバーネこれ本当にちゃめちゃ薄っけ。やば、時間が全然足りない。さすがクリア率 0.3% 台だね。うわこれいける気がしないね。さっきからゴール前止まりなんだよね。多分最初だね、最初のスタート、ここをいかに早くジャンプするかによってゴールできるかできないかが違うと思うんだよね。今のめっちゃ早かったと思うんだけど、これでどうですかね。制作者さん頼む。ちょっとジャンプしてっていい？こういう風に投げていくみたいな。まあこれで速くなるとかそんなのはないよね絶対に。頼む、奇跡でも何でもいいから僕をゴールで導いて。オイケーマリオタイム。なんでゴールできたんだろうね。ジャンプしてた方が速くなるみたいな。いやその辺分かんなかったね。それかたまたまタイミングがバッチリ噛み合ってゴールできただけかもしんないね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。